皆さん、こんにちは。ワールドカップで好セーブを連発し、日本代表の大番狂わせの立役者として防衛大臣と呼ばれ、一躍全国区となったゴールキーパーの本田修一選手。ワールドカップ前はネームバリューの高い欧州組と比べると知名度の低い J リーグ組に過ぎませんでしたが、連日のテレビ出演でさらに知名度が急上昇。来季 J リーグでゴンちゃんを見たいという人も少なくないでしょう。ですが、権田選手が所属していた清水は今季の J1 で降格圏内のブービー17位に低迷。来季の権田選手は J2 でしか見られません。海外からのオファーなども今のところないようで、サッカー関係者はこう語っています。権田本人はワールドカップでドイツやスペインの選手と初めて対戦、日常的に世界のトップと顔を合わせたいと焦燥感をにじませているが、移籍したくても今のところ J1 クラブから正式オファーは届いていない。権田は2019年1月から1シーズン半ポルトガル一部のポルティモネンセでプレー。ワールドカップ後、元代表ミッドフィルダー本田圭介が経営する事務所の元幹部を通してフルストコンタクトを取ったみたいだが、現時点では移籍話にまで進展していない。このままだと森保ジャパンのヒーロー権田は来季レベルの低い J2 で5000人ほどの観客の前でプレーするしかない。人気者となった権田にとっては屈辱的状況というわけです。現在オファーがどこからも来ていない権田選手ですが、以前には試合中の行動が話題になっており、そういったこともあっての今の現状なのかもしれません。ではそんな権田選手が話題になっている行動についていくつかご紹介していきます。2022年10月の J1 リーグ第31節ジュビロ磐田戦で見せた立ち振る舞い、同月の川崎フロンターレ戦で負傷交代したものの、ジュビロ磐田とのダービーマッチで再びスタメン出場を果たした権田選手。清水エスパルスは前半にチアゴ・サンタナ選手のゴールで先制します。試合終了間際まで無失点でしのいでいましたが、 1-0 で迎えた後半アディショナルタイムにジュビロ磐田のジャーメイン・リョウ選手のシュートから失点をしてしまい、結果1-1と勝ち点2を落とす結果に終わってしまいました。そして問題となったシーンは前半46分、ジュビロ磐田のコーナーキックのボールをペナルティーエリア内で権田選手が直接キャッチをします。そして起き上がる際にカウンターを阻止しようと正面に立っていたジュビロ磐田の森岡陸選手の胸ぐらを掴んだほか、右手で振り払うような仕草を見せます。すると佐藤隆二主審は即座に笛を吹き、試合は一時中断します。この権田選手の行為に対してジュビロ磐田の杉本健勇選手が激怒し、権田選手に激しい口調で詰め寄りましたが、清水エスパルスの立田優吾選手らが止めに入ってなだめられています。そして佐藤隆二主審は権田選手と森岡選手を呼んで注意し、清水ボールで試合が再開されました。権田選手のボールキャッチから試合再開までが切り取られたシーンは瞬く間にツイッター上や YouTube で拡散されます。この出来事に対してネット上では、胸ぐらつかむのは良くない、これは権田修一が悪いといった権田選手への批判が殺到。ワールドカップメンバー入りしないで、これは日本代表ゴールキーパーか、権田修一じゃなくてシュミット・ダニエルを正守護神に、という厳しい意見が上がっています。ただ一方で燃える闘志、さすが権田修一、ダービーだからこれくらいじゃないと、と権田選手を擁護するコメントが寄せられているほか、杉本健勇の振る舞いいいね、杉本健勇の怒る気持ちわかるという声も上がっています。そして清水エスパルスは11月に行われた J リーグアウォーズで浦和レッズとともにフェアプレー賞高円宮杯を受賞すると、権田選手のジュビロ磐田戦での振る舞いが再び議論の対象となります。ネット上では権田修一フェアプレー賞おめでとうと皮肉を交えたコメントが数多く寄せられているほか、権田修一がワールドカップ日本代表かよ、 J2 で頑張れよ、こんなことしていてフェアプレー賞かよといった批判的な厳しい意見も数多く寄せられました。一方で悪意がある、権田修一への批判やめろ、森岡陸が直前にいらないことしたからこうなったんだろうと、一部の清水エスパルスサポーターが反発し、
ツイッター上で激しい議論が交わさる事態となりました。権田選手は過去にも批判をさせる立ち振る舞いをしてしまっています。2022年8月の J1 リーグ第24節 FC 東京戦では、清水エスパルスが2-0とリードをして試合終盤を迎え、 FC 東京は直接フリーキックのチャンスを得ますが、ボールはゴールを越えていき、清水エスパルスのゴールキックでの再開となりました。するとすぐさまボールボーイが権田選手にボールを渡します。しかしこれを受け取らず、権田選手は怒り狂いながらボールボーイにボールを跳ね返します。この試合は FC 東京のホームゲームだったこともあり、ボールボーイは FC 東京のユース選手だったようで、リードされている状況の中、勝ってもらいたい気持ちがあり、すぐにボールを渡したのでしょう。しかしすぐに試合を再開させようとボールを渡す行為は何も悪いことではないので、権田選手の振る舞いが批判を受けました。何かと立ち振る舞いに問題が多い権田選手ですが、現在日本代表の絶対的守護神として活躍をしています。では最後にそんな権田選手の経歴について見ていきます。権田選手は1989年3月3日生まれのゴールキーパーです。抜群の反射神経と身体能力を生かしたシュートストップが武器で、特にペナルティーエリア内からの至近距離のシュートストップを得意とし、フィード能力も高く、攻撃のスタート地点となることができる選手です。 FC 東京の下部組織から2007年にトップチームに昇格をし、当初は控え塩田仁選手の控えでしたが、コンディション不良により2009年に開幕スタメンに抜擢され、公式戦デビューを果たしました。公式戦45試合に出場し、チームのリーグ戦5位、ナビスコカップ、現ルヴァンカップ優勝に大きく貢献をします。2010年も開幕から正ゴールキーパーとして出場を続けますが、チームは低迷、一時はスタメンを譲ることもあり、チームは J2 に降格してしまいました。2011年は塩田選手と1年を通してポジション争いをし、リーグ戦20試合に出場、1年での J1 復帰に貢献しました。その後もポジション争いをしながらも出場機会を確保しますが、2015年にオーバートレーニング症候群を発症し離脱してしまいます。復活を期すクラブの了承のもと、オーストリアの SV ホルンへ期限付き移籍を経験します。2シーズンにわたりリーグ戦17試合に出場をすると、2017年に帰国し、 J1 リーグのサガン鳥栖への移籍が発表されました。同年はリーグ戦33試合出場し、翌2018年は残留争いに巻き込まれるものの、リーグ戦34試合にフル出場を果たし、チームの J1 残留に貢献しました。2019年にはポルトガル一部リーグのポルティモネンセ SC への移籍が発表され、念願の海外移籍を果たします。2019-2020シーズンは中盤からレギュラーに定着し15試合に出場、しかし翌シーズンはレギュラーの座を奪われてしまい、2020年12月 J リーグへの復帰が発表され、清水エスパルスに加入をしました。2021年はリーグ戦38試合、2022年はリーグ戦33試合に出場し、レギュラーとして活躍をしています。日本代表としても2009年に A 代表に初招集されます。なかなか出場機会を得られませんが、第3のゴールキーパーとして招集され続けます。2012年にはロンドンオリンピックのメンバーに選出され、日本代表のベスト4に大きく貢献をします。そして2014年出場機会こそありませんでしたが、ブラジルワールドカップメンバーにも選出されます。一時は招集されない時期もありましたが、クラブでの活躍が認められ再び日本代表に選出されると、2021年には国際 A マッチ出場8試合連続無失点の日本記録を樹立しました。ワールドカップでも日本代表の正ゴールキーパーとして活躍をし、ドイツ戦、スペイン戦での耐金性に大きく貢献をしました。熱い感情を表に出すことが権田選手の長所とも短所とも言えますが、その熱さでチームを鼓舞する場面をこれからはたくさん見たいですね。これからの権田選手の活躍にも期待しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。